える前斜角筋という筋肉の緊張から呼吸が非常にこう圧迫されているような状況で、まあ、再呼吸で生活されている方が非常に多くてですね、それが十分な酸素が入ってこないために体のトラブルになっているということが、まあ、考えられると。それを前提にまずはここの硬い筋肉の部分を、まあ、和らげてあげるような緊張をなくしてあげるような、施術を心がけているんですけども、長年ずっとこう経験してですけど、ここをほぐしてしまってもあまりいい結果が出ていないと。じゃあなぜここが硬くなるのかっていうところまで原因を追求していって、それが首にあるのか、それとも顎にあるのか、食いしばりや体の緊張を起こす何かその方の原因がどこにあるのか、それをちょっと追求するためにいろんな検査機器を入れていって、でその検査のデータからここだと思うところのポイントを、まあ、検査に8割ぐらい時間をかけて、でポイントをついて2割ぐらいの時間でさっと治療するのが理想だと思っているので、長く時間をかけたからといってその人の体が良くなるわけではなくて、検査から割り出しここだというポイントを見つけて、でスマートに治療していく、それが理想の治療だと思っていますので、それで改善した例でいくと、新鮮な酸素が入ってきた結果なのか、まあ、呼吸が楽になったとか、うん、でそこから肩の力が抜けてきたとか、肩こりや頭痛が減ってきた、内視も改善されて生活が楽になったとか、うん、そういう方たちが多くなっているので、まあ、一つの治療ポイントだと思っています。あとは機械を使った治療なので、最初は何か整体っていうイメージでいらっしゃると、どんなことされるのかっていうことで不安に思ってらっしゃる方もいますけれども、一応その検査器具から出た数値データをもとに治療させていただいて、治療した後数値が変わっているかどうか、それを確実にチェックして、私の治療がその方の体を変えることができたのかとか、それを毎回意識して治療させていただいています。以上。はい、じゃあご質問があれば、まあ、先生のあれからすると、まあ、この筋緊張を和らげるっていう、まあ、それで緊張を和らげることによって呼吸が楽になって、酸素が空気とか酸素が入ってくるようになる。でそれってやっぱり人間にとってはすごい大事なことですよね。深い呼吸ができることがやっぱり人間にとって大事ですし、うん、どの方面からの学問を学ぼうとしても最終的にはやっぱり皆さん呼吸っておっしゃるんですね、うん、その呼吸が、自然な状態で正常にできているかどうか、そこに行き着くので、まあ、あらゆる方面から勉強したその最終的な目的が呼吸を整えるというところなので、ここのそうですね、前斜角筋、あとは肺線のこの上のところですね、肺のスペースの先端の部分の圧迫だったり、うん、あと口腔のスペース、胸腔のスペース、これが皆さんどうもこう緊張して縮んでるようですので、うん、それを正すのが私の役目だと思っていますので、うん、そうするとそこと結局その体を一つに考えるっていう、はい、そうですね、部分最適っていう言葉があって、うん、例えば膝が痛い、もしくは腰が痛いっていらっしゃる方が来るんですけど、部分的な最適を取られるってことで言ったら、その部分に電気をかけるとか、うん、痛み止めを塗るとか、うん、そうされてるみたいですけど、私の場合はなぜそこが痛くなったかっていうことでいくと、全体最適を取った方がその体には自然じゃないかと思います。全体最適って体全体が最適な状態のバランスが取れてた方がいいということですか。そうですね、はい、持ってきた、姿勢っていうのがあって、うん、何かのきっかけで多分その今日に至るまで歪んでしまったり、姿勢が変わってしまったり、トラブルのもとでそれを痛みから避けるような、うん、まあ、不自然な姿勢になってしまったりしているようなので、うん、それを、まあ、中心軸って言われる、まあ、地球上に一番あった重力に負けない体を作るって意味で言ったら、うん、正しい位置に背骨があって、それを両足で支えられるっていうのが、まあ、理想のポジションとしています、うん、それは人それぞれ個人の差があるので、例えば悪い姿勢だから健康を損ねてるではなくて、その方それぞれの中心軸っていうのがあると思いますので、
それは特有の検査で見つけていって、その方に合った中心軸に合わせて治療させていただきます。うん、なるほどね、はい。まあ、体一つ、お医者さんは例えばみんないろんな内科とか眼科とかね、外科とかみんな分かれてますけども、結局みんなつながってるからね。そうですね、それぞれ専門医 その先生方に比べれば、うん、もちろん専門医の先生たちの方 の知識や技術がものすごい長けてらっしゃるので、私なんかはもうかなわないと思いますけども、まあ医者はね、なぜそこの病気に至ったのか、もしくは検査しても病気になるような数値じゃないけれども、ご本人は調子悪いとか、辛いってね、そういうところに私の役目があると思っていて、でその病気になる前の状態をチェックさせていただき、まあ、このまま放っておいたら確かにここに負担かかりますよねっていうところを見つけてあげるのが、まあ、仕事だと思うんですね、それが全体最適だと思ってますし、全体最適ね、はい、はい、では5年も10年も健康でいられるような体を作っていきたいと思ってますので、なるほど、はい、ありがとうございます。すいません、勉強になりました。今年いいえ全然大丈夫ですよ、すいません、ありがとうございます、はい。